ゆきです。オカリナです。ご飯のお供にいや、ボカツムチャレンジ。完璧だね。出来じゃなかったけどね。まあ今回は、はい、私たちが大好きな BL について語りたいと思います。はい、語るもないもね。ねあれですけども、やっぱね、私やっぱ普通の漫画いいんだけど、やっぱりね、BL ってちょっと恥ずかしいんだよね。いやでもさ、何が恥ずかしいって。私さ、やっぱり好きなジャンルが一緒だから、ほとんど同じような設定のやつばっかり。いいじゃん別に、そんな、うん、そういう人もいっぱいいるでしょ。まあそうだけど、飴食べてる。飴食べてるだよね。よかった。勝手に膨らんじゃってるのに心配になって、なんかコブあったと思って。飴食べてるね。食べてる。喋ってね、抜かれちゃったのかな、うん、そうでしょ。だから、まあちょっとね、恥ずかしいって方もね、いらっしゃると思いますけど、うんうん、私はあんまり別に恥ずかしいと思わないタイプの方で。ああ、そうですか。岡ちゃんは昔から根っから筋金入りの。いやいや、根っからじゃない、私だって友達から勧められてるんですから。やっぱり何歳ですか、そもそも。いやいやいや、私は中1か中2です。中1か中2か。中1か中2です。なるほどなるほど。なんかそのだって私、大学だよ。うん、大学、うん、一番最初に、うん、じゃあ、うん、その読んだ BL のタイトルは覚えてないんだけど、えげつない内容だったって覚えてる。気持ち悪い。何聞いてるか教えてもらう。それはね、うん、その私友達が見てて、お姉ちゃんとかがいる友達が見てて、うん、なんか一時期流行ってたの、あっちの周りで、うん、で、回ってきてたの、漫画漫画とか小説なんだけど、お姉ちゃんいると早いよね。早い早い。発育というか、で、小説が回ってきて、私それを初めて言った時、結構初めてでした。結構えげつない内容の読んじゃって、気持ち悪くなっちゃった。いろんなことやっちゃってた。部活休んじゃったの、気持ち悪くて。あー、はいはいはい。で、それが最初だったから、その後は、うん、まあ別に結構どんどん読めるようになるんだけど、うん、っていう感じ、ね、始まりは。始まりはそれ。私の始まりは、うん、そもそもでもあれ、わかんない、高校生だったかも、うん、中学か高校生だったかも、うん、ドハマりしてて。そう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 、でも、まあ、いや、ピーって消してもらおう、うん、その、が好きすぎて、新刊出ないからって、うん、本屋うろついてたのに、あれみたいな、この表紙見たことない、うん、星に出てると思って、うん、あ、やった、新刊かもと思って見たのが、うん、主人公のまあ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 言うのもあれ、グレーな世界ですから。そうそうそう、まあだから言ってみたら、その手に取った本が二次創作だったっていう。そうで、そこでと思って、私もその後もう怖くなっちゃって、私はもうそこから、私はでもで大学、私はそれで、そのそういう人がいるっていう話を聞いて、実際にいるんだと思って、私はびっくりした。ゆうきから話を聞いて、あ、でも前一回だけ、うん、あの自分の YouTube でそういう配信したことがあって、うん、その時その人多いって言ってた。あ、意外とその間違って本屋さんで BL 本を手に取ったスタートの人も結構多いって言ってた。そう、今はないんだけど、前は結構普通に見れたから。そう、あと普通に並んでたの、普通の本とともに。そうそうそう、並んで。あ、今はそうだね、そう、真横とかに、ね、そうなのよ、そういうゾーンがあるもんね、今はね。そうそうそう、 でもさ、あのやっぱ普通に本屋さん行ってさ、うん、あのゾーン通るときさ、うん、ちょっと早足になっちゃうな。いや、ならないけど。私なっちゃうの。だから、私はだから電子書籍だと買いやすいから買ってる。なんかさ、もう、あんまりこんなこと言ったらあれだけど、うん、BL 本ってさ、結構表紙えげつなくない？えげつない。わかりやすくない？わかりやすくない。ほぼほぼ半裸みたいなさ、いや、まあ、そういうやつが多いから、だから、買いづらくて正直。うん、だから、ツタヤで買うときも、あの、ほら、無人でさ、自分でピンピンでできるじゃん。あそこで買えるな、ここはそういうとこだなって思った時だけ買ってた、うん。私もね、だからね、私読んではいるけど数少ないの持ってるの。よっぽど好きじゃないと買わないから。そもそもオカリナさん商業誌買わないじゃん、あんまり。あんまり、そうそう。オカちゃんあんまり、そう、あ、まあ、そう、そうなんだ。私はやっぱその、あんまりその、なんか大きな声で言えないですけど、やっぱりそうね、まあそうね、そうなんですけど。そう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 。まあまあまあ、そうなんですけど。そうなんですよ。だからまあそういうのがきっかけでハマってったって感じだよね。なるほど。私はやっぱりそのどういうジャンルが好きなの？私はね、もう言ってよ、言っちゃうよ。私はね、これその幼馴染っていうのがねすごい好きなんですよ、ね、確実に。絶対に幼馴染っていう設定じゃなきゃダメ。いや、じゃなくて、なんか結果好きなやつ全部幼馴染っていうか。あー、なるほどね。自分が好きなジャンル集めてみたら結局同じ設定だもんね。そうそう、私その友達とその、うん、BL が好きだったら、その BL の話したりするんだけど、私も初めから一緒なの。私中学生の頃の私と好みが変わってないの。はい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 。友達は初めはみんなが見てるからそれ読んでたけど、あんまうんってなったけど、新し
のに出会って、あ、私が好きだったのこれだからそんなにハマらなかったんだっていうのが分かってみんな変わっていくんだけど、なるほどなるほど、私のほぼ一緒なのよ。なるほどね。でもそんなもんじゃない。いや、でもだからその、なんかそのおかちゃんが言ってるそのジャンルあるじゃん、うん、幼馴染とおかりさんの場合、もともと片方は男性が好きなんだけど、もう片方の子は自分が別に女の子を好きだと思ってると、うん、だけどこの男の子に好かれて、うん、自分も一緒にいるうちにどんどん気になってきちゃって、うん、結ばれるっていうのが一番好きなんです。私は王道のパターン。私はね、初恋同士が好きなの。初恋がいいんだ。そうそう、だから初めて好きになった人がこの人って言って、でもう相方が違うから、もう好きになったことがなかったけどっていうのが好きだ。怖いくらい虫みたいなんですよそうなんだよね。だからじゃあ、だから結局幼馴染が一番になっちゃう、ね、出会うのが早いから。はい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 、そのなんかあれって分かんない状態が、うん、え、別の子に、別の女の子のことをその当時好きとかだったら合うのも、いやいや、だからその女の子だったら別に、でも他に男の子を好きだったっていう設定はちょっと嫌だな。私はそんな設定あるの。あるのよ、やっぱそれ。あるんだね。やっぱりそのやっぱりその、うん、普通の恋愛として考えてあるじゃん、普通に。ある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 あ、なんやかんやってくっつくっていうのの間に男の人を挟んでほしくないの。なるほどね。どうハッピーエンドになろうと思う。なるほどね。私、おかりさんのそのこだわりをずっと聞いてて、うん、何言ってんだって思ってたの、うん、面白いものは面白いだって思ってたんだけど、うんうんうん、私も何冊か商業誌をもうこう、うん、商業誌死ぬほどコミックシーンまで買ってるんですけど、うんうんうん、それを見てやっぱ確認したのが、うん、私も同じ傾向を持っていた。え、幼馴染？幼馴染ではない、うん、幼馴染じゃないんだけど、片方は自分は女の子が好きだと思ってる、うん、だけどこっちの男の子が好きになったことによって、うん、ドキッとしたりして、うん、こう崩れていくというのが、あの感じのがいい、うん、最高。そうなのね。あれが好きなのよやっぱり。うん、何なんだろうね、お互い男の子好きでとか言うより、うん、なんかそっちの方が燃えるというか、そう、私は多分ね、見てたわいと思っちゃう。その初恋が好きだから、うん、男の子の中では一番好きでいてほしいのよ、その子のこと、ね、だから別に前に彼女がいるっていうのはいい、うん、いいし、もう最悪結婚して子供がいるっていうのもまあ、しょうがない、まあしょうがない、まあしょうがない、まあ子孫を産み育てるっていうことを考えるでもしょうがないって思うところがあるんだけれども、うんうん、男の子はこの人だけが好きっていうのがいいんですよね、うんで、こだわりが根深くある、うんうん、そういうことですよ。とにかくね、やっぱなんだろうね、なんか他の BL じゃない漫画を読んだ時に得られない高揚感というか、ドキドキ感というか、うん、私はどっちかっていうとドキドキする感じの方が多いかも、うん、あ、そうなんだ。なんか安心とかそういうのでもなく、あ、どうなっちゃうの、どうなっちゃうのってすごい私は思っちゃう。だから、その、うん、つかず離れずだった2人が、うん、そういう感じになるときが一番好きなの。ああ、そうね。わーってなっちゃう。うん、私、いちずの話が好きなの。ああ、追い上げる系。で、少女漫画ってさ、いちずってあんまないイメージがあって、その、なんか、あちこちからモテたりとか、する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 。いらんのよね。でも、それはさ、うん、自分たちの、うん、そうなりたい願望を投影してくれてるところもあるし、そんなやっぱ魅力的な、うん、かっこいいことつけられるのは女の子はやっぱいろんな人からモテるよねっていう、うん、そうしないと続かないしね、話もね、膨らんでいかないしね。だから、そう、結局そうなっちゃうじゃん。だから私、その BL とかの方が好きだったりとかするんだよね。だから、うん、でも BL だって全然あるじゃん。いや、だからいろんな人がはっちゃけてるやつは好きじゃないんだから、読みはするけど、うん、私が使うのはやっぱり一途な話が好きだから。なるほどなるほど。そのなんかさ、私その切ない感じが好きなんでしょ、おかちゃんは。ずっと応援したいの。そういうことだよね。おかちゃんなんかそういう気持ちすごい好きだよね。ああ、そうね。ね、もう根っからの応援気質。応援気質。だから私イッテQでさ、うん、まあなんか6、7人のさ、うん、女芸人と相撲しなきゃいけなかった時さ、うん、セコンドにあんたついてくるのすげえ心強かった炎天下の中さ、うん、めっちゃ大変だったじゃん、うん、だけどあんたが横切りだけですごい助かったのが、本当よかった、サポートがすごかった、うん、すぐ相撲を一回取り終わって戻ってくるたびにさ、うん、なんかうなじぎなんか冷たいタオルだって指大丈夫、うん、心配だから応援したい。だからね、もう本当に、うん、なんかそのなんで俺は男じゃ女じゃないんだろうって悩んでる子たちに、あ、なんで私は女なんだろうか、別にいいだろうってなんか世の中変えてしまいたいっていう気持ちすら思う。自分の性別をみたいなこと。性別もだし、その世の中がなんで同性を許さないんだろうっていう大きなことを変えていきたいなっていう気持ちに。
なる見てて。なるほど。そういうことで悩んでたりするから、そういうので悩まないでもさ、でもこんなこと言ったらあれだけど、うん、その人がじゃあ女の子になったら、うん、お母ちゃんは多分途端に興味なくすと思うよ、うん、いやだからそういうその辺で悩まないんだけど、そうそう、なれないんだけど、そういうなんか、なんか悩まない世界になればいいのにって思っちゃう。だから分かるよ、どうやったらその世の中を変えていけるかって、そう大丈夫なことはやらないけど、何もできないけど、そういうふうに思っちゃう。それを通して世界とか日本の法律変わっていかなっていうのを思うよぐらい。まあ、そうだね、うん、そうなってきているしね、ちょっとずつね、ちょっとずつ変わってほしいなと思って。変わってほしいね、確かに。でも、ゆうき、確かに割とはっちゃけてる話多いよね。はっちゃけてる話、多かったっけ、うん。なんかあったっけ、はっちゃけてる話。でも、いろいろ買ってるから、もう分かんない。私はとにかくそうですね、うん、いろんなのか、なんか、本当にストーリーが面白そうだなっていうのも買うし、うんうん、どう考えてもこれやばエロそうな家だなっていうのも全部買うし、興味目に入ったやつで面白そうだなっていうのも全部買う、ギャグっぽいやつも買うし、で片っ端から読んで、あ、この人の作品は面白いなって思った先生のやつを遡って全部買ったりとかして、やっぱ面白いなってなったり、でこれ読んでる人はさ、こんなのを買ってますって買ってるし、それも買っちゃうみたいな感じ。まあやっぱ欲しい大事だよね、欲しい何個ついたりとか、そういうのはやっぱ口コミで、その電子書籍だとね、うん、そう、そういうのもすごくいい。欲しい、欲しいって言ったことないな。いや、なんですごいジャンルだよな、本当に、うん、でもさ、やっぱりさ、BL がさ、結構一大ジャンルになったからさ、ユリも超多いよね、最近は。あー、ユリがその BL になり変わろうとしてるじゃん、はいはいはい、BL がもうスタンダードになりつつあるから、ちょっと本屋さんでのちょっと立ち位置とかさ、私あのユリも好きなんだよね。あ、そうなの。うん、ユリのやつも買ったり。あ、でもユリ専門のやつっていうより、ほらなんか有名なやつだったじゃん、青い花とか、そうそうそう、ああいうの買ったりとかする。あー、でも全然面白いよね、だってね、うん、めちゃくちゃどっちも読みたいね、面白いね、うん、だからそうやってなんかそのマイノリティがスタンダードになると、また新しいマイノリティがこうやってスタンダードになってくんだなって私は思ってる。あー、いいことじゃん、世界が変わってきてるじゃん。変わってきてるよ、だからその、うん、今ちょっとうんって思われてるやつも多分そのうちスタンダードになってくるのかなって思いながら私は見てる、うん、本屋さんで、うんうん、私はですね、やっぱね、ちょっとね、ツイッターでもちょっと話題になってた漫画なんですけど、彼のいる生活っていう、うん、一冊しか出てないんですけど、うん、もう本当に平和、うん、見ててキュンとする。で、私ね、可愛い男の子に対してのかっこいいと、世の中でかっこいいとされてる男の子がチーズに好きっていう話が本当に好きなの。もう大好きなんだね。そうなの、だからその、うん、もうかっこいいのよ、あーキュンってするだろうなっていう、それもまあ幼なじみなんですけど。またかい。そうなんだよね、結局そうなんだ、幼なじみ、幼なじみ、なんかその一途なイケメンってやっぱね、見てても本当に一途なイケメンいいよね。いいのよ。わかる。なんかそのこかだってモテるのにだよ。モテるのに、ね、そうじゃない、ね、この人じゃないとダメだっていうの分かってて、そっちにずっと行くっていうのがね、それでどんどん出されていくっていう。切ない感じが本当好きだよね。そう、好きなんですよ。切なさが好きだよね、本当ね。あ、そうね、切ない。悲しい話とかね、なんかちょっと好きじゃない。切ない。なんか癖になってんだろうね、なんか。なんかグッとくる、なんかそのやっぱさ、ね、私応援したいからさ。とにかく誰か応援したいんです。私さ、その人間同士のやつでさ、あんまり泣いたりしないけど、私キャラクターで泣いちゃうのよ。その中の心理描写とかちゃんとあるからなんだけど、だからね、うーって泣いたからなっちゃう。泣いてる、泣いたり。打ってがあって、うん、私は、うん、めぐみとつぐみですね。あ、好きだね。好きだね。まあエリート学校に通うみたいな。うん、まあね、めぐみと、うん、まあ、おバカ学校に通うつぐみが、うん、みたいな、出会って、うん、みたいな感じなんですけど、オメガバースっていう、うん、本当に私、オカリナさんから教えてもらったんですけど、そうそう、なんか初めて知った仕組みなのかな、なんかアメリカから来たんだっけ、なんかアメリカのなんか方が考えたらしいのね、うん、なんかその、なんかアメリカの人がすごく好きなジャンルの漫画のキャラ、漫画なのか何なのか分かんないけど、キャラクターをくっつけるために考えたシステムがオメガバースっていうシステムなの。なるほどね。そのアルファとベータとオメガっていうのがいてっていう性別があって、そうそう、男女の性別とは別にあるっていうのがある。あるある。で、なんかその何でもできるアルファと、まあ、普通、まあ、大体がベータですよ、世の中の人は 80% 占めるのがベータで、まあ、だから言ってみたらその、うん、なんて言うんだろう、能力的に何でもできる、うん、本当スーパー人間というか、うん、本当になんか、まあ言ってみたらその世界では、まあ、
言ってみたら上位というかね、そうそうそう、ランキング付けされてて、それがアルファって感じでね、でベータはもう大多数の平民って感じで、でオメガっていうのがまたいいんですね。オメガっていうのがそのなんかその能力的にも低いんだけど、うん、男でも女性でも子供を産むことができるっていう、そうなんですよ、特性なんですけど、だからその、うん、そのジャンルによってはすごい蔑まれてるっていう設定とかもあるんですけど、あったりするんだね、うん、だからそれぞれによって解釈が違ったりとか、もう今はもう多岐にわたってるからもうとんでもないけど、でも私もそのめぐみとつぐみで初めてオメガバースに触れて、うん、でも結構トリッキーなこと、そうだったらしくて、そのオメガっていうのがなんかもう発情期みたいなのがあるみたいで、ヒートっていうんですけど、でそれを迎えるともうフェロモンを撒き散らかしちゃうというか、うんうん、でそれは自分では抑えることができなくて薬とかね、うん、を打ったり飲んだりとかしてで抑えてるんですけど、その漫画だとなんかそれを気合で乗り越えるぞっていうのが、うん、そのつぐみちゃんで、でつぐみがそれをなんか気合で押し抑え込むぜとか言うんだけど、そのめぐみと触れ合うことによってちょっと抑えられなくなってきちゃったりとかして、うん、でね、なんか可愛いんだよね、とにかく猫みたいなめぐみがツンツンしてんだけど、うん、デレデレするたまに、うん、それがまた最高なの、無意識にデレデレしてて、それをいつもツンツンしてるのにこういう時デレデレしてくれるって言って、このめぐみが喜んでる感じもいいのよ、でも正反対な二人なんだけど、うん、みたいな感じを見てて面白いしほっこりするし、なんかこうモンモンとする、うん、オメガバース、トリッキーよ、抑えられないからね、それはモンモンとする、一応設定としては絵も可愛い、うん、そうね、最高よ、ぜひね、この私が勧めたやつもね、うん、見たことない方はぜひ見てみてください。いや、なんかいろいろ BL の話しましたね、はい、そうですね、はい、よかったらおすすめも教えてください、お願いします。